明日の調教注目場馬にも自節まあそんなわけでね、今週もやっていきたいなと思うわけなんですが、もう1週間暑くてね、んで、雨が降りゃもうめちゃくちゃ降りますしね、災害レベルで皆さんね、大丈夫かなという、健康にね、今週もこの動画を見てくださってるかななんて思うわけなんですが、えー、7月13日土曜日、こ,こら9レースの運勢特別、はい、まず1投目、マリウパインからなんですが、あの今回のこの運勢特別ね、えー、みんなで仮に一生クラスに戻っても、 二章クラスに戻ってくることができる、まあ、数頭しかいないんじゃないかなというぐらいのメンバー構成ではあります。で、まあ、そうだと、やはり前走一章クラスを勝ったね、プリンセスカレンとか、ジューンワースとかアア、アネモス。このあたりに注目がいくよなっていうのは、まあ、あの、当然のことかなと思うんですけど、 えー、そんな中でですね、小倉のダート1000メートルという条件ですから、反路が速い馬っていうのをね、人気でも穴でもやっぱ狙いたいコースだというところで出てくるのは、このマリブパイン、えー、反ロ51.8秒なんですね。11秒台の、えー、2反の11秒台があって、で、原則ラップにはなっていますが、3走前にね、小倉ダート1000メートルで勝利した時も、反路は51.5秒だったので、まあ、その時にね、あの、的中された視聴者様も多くおられるかもしれませんが、 今回はね、その時より人気がもう全然落ちると思いますので、結構ね、あの、妙味を感じるような馬ですね。 もう一頭が天空フラワーということで、えー、こちらですね、あのこのコース反応が速い馬の成績もいいんですけど姉妹11秒台加速ラップ組ですね、立冬のそこもねかなり成績が良いというそんなね、狙い目がある小倉ダート1000メートルなんですが天空フラワーの追い切りが15.8、14.1、12.4、11.9ということで、えー、ちゃんとね、綺、え、麗、ー、に加速していっての姉妹11秒台という感じになっております。 で、えー、テンクフラワーに関しては、えー、姉妹11秒台加速ラップの追い切りですね、初になります。これも魅力ですし、キャリア12戦で22000812ということで、一、えー、1着2回、2着2回、あと全馬券外なんですが、そのうちの1勝と2着2回はですね、この小倉ダート1000メートルでのことですので、まあ、あの、その点ですよね、コースとの相性っていうところもまあ、注目したいなと。 ただ、2年前の夏に、そうですね、あの、勝利して以来は、もうあの、絶望的な不調でね、全くあの、通用していない二勝クラスでは厳しい結果にはなっているんですが、この販路のラップで、このコースで、小倉だと1000メートルで、今回も構想できないと、まあ、今後も厳しいかなと思ってしまいます。はい。で、あの、前に行けるかどうかでもね、決まってしまうような馬だったりするんですが、個人的にはもうこの馬を買うのは、今回が一旦最後の気持ちで買ってみようかなと思っています。 もう一つが、えー、福島メインのアダタラステークスなんですがえー、っと、まあ、ニバトラとメタマックス、はい、もうねうちのチャンネルで紹介する必要性もほぼなくなってきたらなと思うんですがもう何年間も同じことをね言ってますからね飽きちゃった人もいると思うんですけど一応 はい。えー、森休車っていうのはもう非常に鬼時計が有名な休車ではありますが、実際にね、構想が多い回収率がバカ高いのはラップが綺麗な時のね、加速ラップとか、えー、2波論11秒での減速ということになっております。はい。でも爆発的な高成績なので、皆さんもね、えー、森休車で、森休者、休者別の回収率で森休車でマイナスになってる人は多分うちのチャンネルではもういないんじゃないかなと思いますね、この数年。 でえーまあ、この、ね、パターンをこのチャンネルやあうちの SNS では「夢がもりもり馬券」と呼んでおりますが、えーまあ、世代が若い方にはね「夢がもりもり」って何のことかわからないと思いますけど。 まあ、それはね、あの、親御さんに聞いていただいてという感じなんですが、マ、まあ、ニバトラとメタマックスに関しても結局ね、それに該当した時の構想が多くて、合計してね、おそらく6回ぐらいはね、あの、頭から皆さん的中されてるんじゃないかなと思います。で、人気の2頭になると思いますので、これでダブル該当なら、相当ね、あの、森球舎、ここは、えー、勝ちたいと思っているはずなんですが、あの、該当している馬ですね、調教的に。で、非該当に問わず、森球舎の多頭出しって、 同時に構想することって多くないんですよね。うん。というより、あの、びっくりするぐらい片方の馬が控えたりするので、ね、はい。どちらも前に行きたい馬であっても、すんげえ片方が引いたりするので、なんだかなっていうね、馬券正直あの、買いづらかったりする部分もあるんですよね。単勝以外だと。で、今回なんとなく僕の妄想なんですが、メタマックスがこうスタートして、 だとしてもマニーバトラが前でメタマックスがすごく遠慮した位置まで下げるような気はするんですが。まあどうなるか分かりません。はい。でえー、今回ね。どちらも人気なので全然魅力はあんまないんですけど、えー、ちょっとね。あの覚えておいてほしいなと思うのが、森先生ね。あの森厩舎多頭出しでこの調教のね。いいパターンに該当した馬の人気薄の方の一撃が定期的にあってそこの回収率が高いんですよ。 なんで他のレースでもね、忘れずにチェックしてほしいなと思います。今この画面に出してるグレートゲーダーのね、単勝とか、これ普通に単勝まんま券ですからね。で、こんなんかもう別にあの、そんなに珍しくないっていうか、あの、珍しくないテンションで、あの、取れますから。はい。なのでね、この辺はあの、ゴリゴリ狙っていってほしいなと思います。まあ結構、まあの、前から紹介してるんですけど、うん。やっぱうちのチャンネルの規模だと、 いくら紹介して、こんだけ狙い目でも、単勝万馬券の馬は、単勝万馬券なんですよ。ね、あの、やっぱ人気 YouTuber さんが一声かけたら、めちゃくちゃ売れちゃうとかっていうチャンネルではもう、うちはもう全然ないので、はい、なのであの、美味しい話ね、どんどんしても再現性が高いですから、その辺はね、どんどん利用してほしいなと思います。 で、えー、皆様ねあの、もうそろそろお忘れかと思いますが、この馬にも自説というコーナーはですね、えー、皆様からの反響が全くなくなったらもうやめると最初から言っているコーナーですので、はい、えー、なんでチャンネル登録やね、高評価いただけたら嬉しいなと思います。それを目安にしておりますので、うん、あの、馬にも自説、全く好まれてないなと。 はい、求められてないなっていうふうに感じた瞬間にスパッとやめてしまいますので、その点はですね、あのー、ま、にも事実好きだよっていうね、このコーナー好きだよっていう方は是非、ぜ、え、ひ、ー、目に見える形で応援していただけたら嬉しいなと思っております。競馬本著者の竹内がお届けしている竹つべというチャンネルになっているわけなんですが、あの、本当ね、冒頭にも言ったか言ってないか忘れちゃうぐらい熱いんですけど、 ほんとね部屋に、ね、冷房を入れてても、まあ、冷房も、ね、あんま強く入れすぎると、ね、体、おかしくなりますしねかといって、あのー、弱くつけすぎると外の方が涼しかったりするのでちょっとムカつくんですけどね今日、なんかねうちのエアコンの効きが悪くてまさかと思うけどこの前ニュースで見たみたいにあの室外機がなんか最近盗まれるらしいですね。 <laughs> もうほんとひどいことするやつ,がやつらがいるもんなんですけどまさかとは思うけど室外機盗まれてないだろうなというね今不安があるのでちょっとねこの動画収録したら、えー、確認しに行ってこようと思いますということで、えー、最後までご視聴ありがとうございました竹内でしたバイバイ。